緒なんで。あの保冷剤は何に使おうかなと、なんかもったいないから捨ててない人も結構いるじゃない、冷凍庫に入れてるの。こういうところ、こういう時に使わないとね。そうですね。そうそうそう。でも多分家にあったらまあ、そうですね、持ち歩きたくはなるでしょうね。まあ、それもだからやっぱ僕らがやっぱちゃんと伝えていくことも大事かなとは思ってるんですけど、そうですね、こやっぱり冷たい水で持ち運びが便利っていうサイズってやっぱり500ミリリットル以下だと思うんですよね。で、こう皆さんご存知かどうか分かんないんですけど、こう一つの知恵としてね、せっかく来たんで言われたんですけど、コンビニの外のな中に常温のコーナーがあるんですよ。常温常温のコー数。ナー。これって2リットルで93円って、まあ、100円ぐらい売ってるんですよ。で、500ミリリットルって4分の1じゃないですか。冷蔵庫に入ってるだけで100、同じ金額なんですよね。知ってました？いや、知らなかっだからた。本当は4倍するわけじゃないですか、コンビニ同じ中で、同じブランドで。だけど、それが金額一緒なんですよ。へえ、こ知れならんなでかっか分かりまた。すか？やっぱ電気代？いや、そういう発想も一つあるかもと思うんですけど、結構重たいじゃないですか、2リットル持ち歩いて、会社でこんなって、もう筋トレじゃあるまいし、ね、それ持ってやるってことなんで、やっぱ持ちそういう運びことがか。めんどくさいとか、冷たいやつがすぐ飲みたいとか、まあ、これ僕らの使い勝手とか、ユーザビリティっていう言葉で表現してるんですけど、家のウォーターサーバーも電気代かかるし、重たいし、なんとかだしって、いろんなことあるんですけど、家で冷蔵庫も開けずに、グラスでピッてやると、ウォーターサーバーが飲めるって、これってすごい便利な話じゃないですか。まあ、なんで、金額以上のものを一つ提供してるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってるんですよね。そうですよね。これだからみんな確か知らないに。んですよ。だから水1日2リットル飲んでる人は、常温買って、それこそ飲んでる方が健康にもいいし、経済的ですよね。すごい、知らなかった。いろんなね、知らないこといっぱいあるよね。まあだから、それぐらい物が溢れてるっていうことそうだですし、ね。そのことをいちいちこうやって僕みたいに説明する人間ってあんまりいないじゃないですか。います？ 知いや、り合いに。初めてですね。お前、水の話でうるさいなっていつも言われますもん。さすがですね。暑いですね。すいません。いや、もうこの時期になると、まあいろいろね、ビーチパーティーとかね、そうっすね。アウトドアがね、結構あるじゃない。まあ、そういうところでもすごいね、今ライブで普天間基地に、上空ヘリを。が飛んできました。まあ、こういうなんていうかビーチパーティーとかそういうところでも、まあ、この天然水の、サーバーの、まあ、簡易的なあれがあるんですよね。なんかあ、あれ常温はキットってやつがあって、常温キットか。頭つける、蛇口っていうか、水が出る部分をつけれるんですよ、このサーバーと同じ仕組みで。で、これを常温で出し入れするっていうやつがあるんですけど、これが結構僕は毎回どっか行く時とかバーベキューする時は持って行って、すごーい。こうやってやらないで、こうやってビーって出して、いいですね。それ超便利でをすよ。今回の、優勝校興南高校にも寄付されたんでしたっけ？いや、まだしてないですね。あれ、なんかどっかに寄付はしてなかったですか？まだですね。ああ。あれやられると大変なことになるかもしれないですね。あれやると。まあ、だけそれど、いや、は。今、興南の学校の先生たちが言うところにはちょっと入れさせてもらってるんですよ、テストで。で、誰も飲まないよって言ってたけど、もう足りなくて、お前、これどうなってるって、この間電話ありましたけどね。マジめっちゃですガブ飲みか。してるらしいですよ。やっぱ違うんだろうな。まあ、だから、やっぱ、なんていうんですかね、これ結構、やっぱいろいろ言われるんですけど、もう入れると変えられない。まあ、なんで、さっきも言ったんですけど、水の種類ってボトルウォーターとかミネラルウォーターとかナチュラルウォーターとかナチュラルミネラルウォーターっていろいろな名称で分類されてるんですよ。で、やっぱり最高ランクの品質として扱われてるのがナチュラルミネラルウォーターなんで、もうそれに行き着いたらそこから進化するってほとんどないので、今更水が進化するって、もうただでさえ何百年前からろ過して山から降りていってる水なんで、これが進化するとかっていうのは考えにくいですから、まあ、言ったらもう最終行き着くところが、まあ、多分その水だろうってことで、まあ、僕たちは中間挟まずですね、
やっぱナチュラルミネラルウォーターを普及させていくってことが最終地点、これを目標に、うん、このプレミアムウォーターはナチュラルミネラルウォーターなんですよね。そうなんですよ、まあ、なんで今日ちょっと興味持った人は、はい、俺がいつも飲んでる水はナチュラルミネラルウォーターなのかどうか、はい、まあ、なんか最近やっぱりよく営業していろいろやってるんで、うん、って俺の家の水はナチュラルミネラルウォーターじゃないのって聞かれるんですよまあなんで分類されてなければ、うん、まあ、当然雨水なんで一応天然な水じゃないですか、はいはい、水って人工的に作られないんで、はい、まあ、だから言い方をうまく言えばそうだけど、うん、要は商品の分類としてはごめんなさい天然水じゃないんです、うん、はってミネラル入ってるよって、うん、いやそうなんですけど、はい、あの天然水という部類に入ってないんですよねっていう話をもうずっとやり取りするんですよねまあでも結構奥が深いっていうか種類が多いっていうかね、うん、ね、ただの水じゃないですね、水ってね。違うよ。だこのボトルウォーター、ミネラルウォーター、ナチュラルウォーター、一番いいのがナチュラルミネラルウォーター、はい、この分類すら分かんなかったもん、はい、いやほとんど分かんないと思う、分からないじゃないですか、うん、だからもうこの間ショックだったのも何個かいっぱいあるんですよね、はい、今日はちょっと言えないんですけど。あ、そうなんです。見てえってこれほぼ、はい、水道水90何パーセントじゃんみたいな、うんうん、なんか初めて、衝撃を受けたやつが商品があって。え、商品にですか。もう、まあ、皆さんが何気に飲んでるやつがそうなんですよ。マジですかで、まあ、それがなんか20円ぐらいしか変わらないってなると、うん、まあ、僕らの水が、その金額と同じなんで、うん、まあ、ちょっとなんか悔しい思いしながら、ちょっとこれはやっぱ伝えていかんといかんなみたいなね。やっぱ見た方がいいですね。いや、見た方がいいですよ。見てください、もう、どの分類か、はい、だってね、だってこの知識がないから見てもやっぱ売られてるものだから信用しちゃうじゃないですか、うん、それが違うんですね。違うんだね。違いますね。へえ、これちょっとみんなね、はい、びっくりだね、はい、ちゃんと見るようにしないと、はい、まあ、なまあそれぐらいいろんな種類があって、うん、大切だってことが皆さんで認識があって、水を飲んでれば健康だっていう頭があるんで、まあ多少お金、まあだから一番高いかもしれないですね、そういう意味では水が。うん、はい、ああそっか。そうね、今ガソリンより高いと言われるからね。へえ。まあその辺であのまたあの後半もね、CM さんで後半も、はい、さらにね、深掘りしていきたいと思いますんで、はい、お願いします。一旦 CM あります。ちょっとこれ見てみよう。すごいな。これミネラルの量とかも違ってくる。ミネラルの量。注入できるんですよ。ああ。はい、ツイキャスの皆さん、見てますか。やっぱり水は奥が深いな、うん、知らないことばかり。ミネラルって言われる、うん、もう無色、ね、無色透明で無臭だからね、うん、まあ匂いある場合もあるけど、だからなかなか分からないんだよね。ありますよっていう、もう普通に飲んでるからね、皆さんね。問題ミネラル以外の成分がナチュラルミネラルウォーターには含まれてるんで。あ、そういうことか。まあ、ただそれが体にいいっていう話ではないんですけど、うんうんうん、まあ、天然のものにしか含まれてないミネラルがあるっていうことですね、はい、そうそうそういうことですね。ほうほうほう、そうそう、そこが知りたかった。ちょっとずつなんか 微妙に、うん、微量に、うんうん、得てるっていう、はい、へー。まあ、なんで豊富なんで体にいいんですよっていうと、うん、ダメなんですけどね、うんうんうん、薬事法とかに引っかかっちゃったりするんで。あ、そうなんですね、はい。学んで、へえ、面白いな、うん、はい、ってことで、はい、ね、今日は、株式会社 U-FIRST の、うん、大坪義和社長にね、お越しいただいて、水のお話をね、いろいろ伺ってるんですけど、うん、めちゃくちゃ奥が深いし、みんな普通に口に入る、自分の体の口に入るもんだけど、うん、それだけ知識がないっていうか、知らないっていうか、怖いよね、ある意味ね。本当に、いい水飲んでると思ってた、うん、だけど、無知だね、もう分かんない、全然。
だってこれで今話した中のものだけじゃなくて、うん、まあ、ヨーロッパとか海外からもたくさん水入ってきてるじゃん、はいはいはい、ようやく減りましたよね、うん、なんか昔とか本当なんかなんで海外の水飲んでるんだろうって思ってましたもん、うんうん、はい、ね、こんだけやっぱりね水が豊富で、うん、名水百選とか出てくるぐらい、うん、有名で、こんだけやっぱ日本にも水源っていっぱいあるんですよ、うん、調べてれば、うん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 、本当にこれだけ種類が豊富だったりするともう何がいいのか分かんないし、それをジャッジする人がいて、うん、これが一番いいですよとかっていう、うん、格付けとかさ、うん、そういった、だから、世界のねこのギネスとかモンドセレクションとか、うん、そういったまあ品質を評価するねものがあって、うん、でこの今扱ってる天然水がそれなんか賞を取ってるんですよね。あのモンドセレクション金賞、富士山のやつは5年連続、5年連続すげえ、はい、南阿蘇も、3年連続受賞してますんで、まあ、言ったら、ね、言い方悪くすると日本の名水ってそのランクなんじゃないかっていうね、うん、日本の名水ってこれ何世界一って言ってもいいぐらいなのかな。だから見つかってるもので言ったらそうなんじゃないですか、うん、まあ、なんでやっぱどこどこの水は美味しいとかって、ヨーロッパの水も美味しいとか、うん、やっぱりだから大きい山にいい水源があるってやっぱ言われてるんで、うんうん、豊富に、うん、要はその何百年前からろ過して地下に溜まってっていうような、うん、話で言うと、うん、言ったら大きい山があるところにはいい水源があるっていうことなんじゃないですかね、うんうんうん、まあ、だからわざわざなんていうんですか、うちはモンドセレクションを取ってるとか何々取ってるとかってないじゃないですか、うん、やっぱ日本の場合だとやっぱそういう衛生基準とか、うん、やっぱ他の各国に比べたらやっぱ意識が高いっていう証拠だと思うんですけど、うん、いや本当に水ってこの無色透明、まあ、ある意味無臭なものだからこそ、うん、こういうモンドセレクションって世界がまあいろいろ成分を調べたんでしょうね、うん、それ基準がクリアしてもう最高レベル の、うん、水だからっていうのでこれで安心して飲めるっていう部分はありますよね。それはね、まあ、だけど昔とか言ったらもう普通に名護のなんか川とかの水ガブ飲みしてたじゃないですか。なんかそう考えたらね、はい、あれが美味しかったのかどうかすらもうあの時はもう毎日汗かいてたからまだそう考えたらやっぱりなんか調べたら沖縄にやっぱ一級河川がないとかね、うん、沖縄にだけ一級河川がないとかやっぱ言うじゃないですか、うん、他はもう一級河川でのいっぱい 山からの恵みが豊富でみたいな、うん、なんかそういうのってやっぱ沖縄にもないんで、うん、そうですね、そう考えたらやっぱ水ってすごく沖縄県にとってもすごく大事だなみたいな、うん、そういうふうに思ってますね。そもそもね、大坪社長はもう二十歳の頃からずっと県外、福岡、東京とかで仕事をされてキャリアを積んで、なぜね、まあ、38歳、9歳になって、うん、沖縄に戻ってこられて起業されてこの水の仕事っていうかを選ばれたかっていうのは、まあはい、まあ、いろいろなんか話せば長くはなるんですけど、うん、まあ、一つは去年の震災が、熊本の震災があって、うん、まあ、僕ちょうど福岡にいて取引先も熊本にいっぱいいるし、熊本に部下とか営業所とかあって、うん、その日の夜お酒飲んでたんですよ、うんうん、で地震がわーってあって、もうその時にもう一斉にやっぱ電話がまず繋がらないから、うんうん、LINE で大丈夫かとかやるとするわけじゃないですか。で一応なんとか大丈夫です、うん、でその後にまた大きい地震があって翌日はもうその対応に追われるんですけど、うん、まあ、やっぱりその東日本大震災の時のことをよく聞いてたんで、はいはい、やっぱ何が大事なのかとか、うん、何が重要なのかとかっていうのって聞いて、うん、やっぱその次の日にやっぱ物資の回収にしていく、うん、買い付けをするわけですよ、はいはい、でやっぱり熊本って新幹線が鹿児島と福岡が通ってるんですよね、はい、でそのラインってやっぱり物流が発達してるんで高速道路走ってるんで、うん、先にそこから物がなくなっていくんですよ。うん、コンビニから、うん、スーパーから、うん、で、まあ、僕らはだからいろいろ手分けして、まあ、福岡の市内とか買いに行くんですけど、はい、ペットボトルの水がないんですよ、まずね、はいはいはい、でもその水がない、うん、もう言ったらなんか昨日まで50円で売ってた水を200円で売ってるとか、なんだこの店とか思いながら、うん、でなんかいきなり水素水が全面出てきて300円ですとか、はいはいはい、なんか買いたいものがすごく手に入らなかったんですよ。うん、でまあ慌てて佐賀に行ったり長崎行ったり
大分の途中でいっぱい買い物して、うん、でまあ、それから熊本に持ってったんですけど、はいはいはい、やっぱ列に並んで、うん、いや物資の配給ですっていう風になっていくと、水はこっちに持ってきてください、それ以外は後ろに回ってくださいって言って、うん、水の優先順位がとっても高いんですよね。なんかすげえ苦労して18時間ぐらいかけて4トン車分ぐらいに水買ってたんですけど、水だけ優先されて、あとは全部後ろに回ってみたいな感じだったんで、やっぱ水がどれだけ重要なのかっていうことをまず知ったっていうのが1点と、あと熊本県ってやっぱ全国でも数少ない地下水が飲める、水の火の国水の国っていう、もう水の都ぐらいの勢いで、もう水がもう美味しいんですよ、水道水も。なんかそういう地域でやっぱ水が困るって、うん、僕らからするととても信じられない、うんうん、まあ、だからそういう局面行った時に、まあ、沖縄とかやっぱ断水したりなんとかしたりっていろいろするんで、うん、まあ、水の必要性ってもっと高いじゃないですか、はいはいはい、まあ、そう考えたらやっぱ沖縄にもそういう水を届ける仕事、うん、まあ、だから何かあった時に備蓄の考え方も含めて必要だなっていうのが一つあって、うん、まあ、だからそれと僕が沖縄に帰ってきて事業するっていうのはまた別で、はい、これがあったか沖縄に帰ってきたっていうわけでも全く違うんですよね、うんうんうん、まあ、ただやっぱいろいろなこれまでの背景とか考えて、まあ、福岡で起業するよりは、はい、まあ、沖縄で沖縄の仲間と共に、うんうん、もう一回なんかいろいろなことをチャレンジするっていうことが今必要なのかなっていう勝手にちょっと勘違いして、はい、沖縄に帰ってきたんですけど、はい、勘違いというか、まあ、どっかで帰ってくるんだと思うんですけどこのタイミングだったのかどうかっていうのはもう本当ちょっとわからないかったですね、うん、まあ、でもね、地元のやっぱり、まあ、生活水準を上げるっていうか、うんうんうん、まあ、地元の人材育成も考えて、うんうん、やっぱ起業されたって聞きましたけど ね、まあ、人材育成、まあ、僕はだから結構やっぱ内地に出た時に一番苦労したのってやっぱ言語ですよね。あ、ですよね、うん、で、やっぱ知識ですよね、はいはいはい、うん、だからやっぱなんだかんだ言ってそこまでのプロセスの間に、うん、なんか沖縄だから優しくていいねみたいなのってあんまないんですよ、うんうんうん、もう限られてる時間で伝えていく、うん、お客さんにだから1時間時間くださいって言ったら僕の方言で喋ってると、うん、今なんて喋ったのって聞かれるんですよ、うんうんうん、でその言い直してると1時間ですぐ終わるんですよね、はい、で なんか説明してるよりも僕が喋ってることをなんか略してると終わってしまうみたいな、うんうん、なんかそういう悔しさとか、なんか電車に乗れなかったり、なんかバス乗れないとか、なんかもう全然なんか違った世界で戦っていくってこんなに苦しいんだろうみたいな、なんかそういうのあって、まあだから僕は常になんか全国いろんな地域行ってきたんですけど、なんかまあなんていうかな、どこどこの人間だからとかじゃなくて。自分たち一番なれるんだっていうことをしっかり信じてやるっていう、うん、だからどこに行っても全国に一番になる組織とか人材育成をしていくんだっていうことを念頭に持ってきてたんで、うん、まあ、だから、まあ、そういう意味ではまあ沖縄でもう一回チャレンジするっていうのは一つかなっていう、まあ、スポーツはこんだけ強いわけですよ。そうです ね、野球も空手もサッカーもバスケもハンドボールも全国に通用するのに、はい、なんかついつい社会に出たら若干ちょっとね、控えめっていうのは少し寂しいなっていうのはちょっとあったん で、まあ、そういう人材育成をしながら、まあ、地元に貢献していけたらいいなみたいな、だからちょっとしたちょっと勘違い入ってますよね。いやいや、タイミング今ですよ。合ってます合ってます大丈夫です。あ、続々とね、お客さんも入ってきてますね、はい、わ、いいね、浴衣で、うわ、素敵だな。いいですね、夏って感じですね。あ、日本高松マリーさん、あ、こんにちは。いつもありがとうも、ね、ありがとうございます。いつも聞いてくれてるんで、はい、多分首にかけてるこのオレンジは興南高校が夏の甲子園受けて優勝して出場が決まったタオルです。はい。はい。市場が寂しい？足場が？足場。足場がね。ああ、いやー、でもね、もうビアガーデンも、うん、もうあと1時間ではもう暗くなるのかな、夜景が見えてくるんで、8時ぐらいって言ってましたね、いい感じになってきてますね、うん、まあ、風も若干ね、涼しい感じになってきて、ね、いい感じの風で、気持ちいい、うん、はい、今日はね、もう天然水の、話で、水のいろんなね、種類があるっていう話
ね、ずっとやってますけど、うん、これ面白いですね、うん、本当に。だからなんか必要だし絶対にいるし、うん、じゃああと何を選ぶかっていうなんかシンプルな話じゃないですか本当に、はい、だから僕もやっぱそれなりに自信持って営業してるんで、はいはい、うん、もうそんな話はいいからとりあえず買いなさいと、はい、とりあえず知り合いには、はい、もうそっから先はないから、うん、そっから水が進化するってことはないんだよ、うんうんうん、まあ、やっぱ一番いいって言われてる天然水飲みなさい、うん、で、まあ、友達とかに勧めてなんかお前が言うとちょっと怪しいとかね、うん、ちょっと言われるんですけど全然そんなことなくて、まあ、最近は、ね、CM も、はい、沖縄県でも流れ始めて、あ、なんかちょっと沖縄にはないちょっと何もほとんど喋らない、うん、静かなおしゃれな CM なんで、へ、まあ、逆になんかインパクトがあって、へ、テレビ CM 僕もまだ見たことないんですけど、うん、何曜日のだいたい何時頃って、まあ、日曜日のアッコのおまかせの時間帯はだいたい流れてます。あ、日曜日のアッコにおまかせの時間帯ですね、はいはい、まあ、あとはちょいちょい流れてるんで、あ、今日見たよとか、はいはい、すごいなんかおしゃれな雰囲気あるねとか、うん、なんかいいねっていうなんかそんな声聞きますね。僕も見てなかった時に言われたんで、はい、ありがとうって一応言っときましたけど気にして見てみよう、はい、もうぜひとも、はい、なんか、うん、いや、このじゃあもうモンドセレクション金賞をね連続受賞された、うん、この美味しい天然水を家でねこのボトルサーバーとして、うん、飲みたいなって今日の番組聞いて思ってる方はどちらへお電話すればいいんですかね、あるいはアクセス。そうですね、はい、お電話番号、すみません、ちょっと、なんか広告で流れるんじゃなかったでしたっけ、はい、うちのラジオの CM では流れてますけど、はい、ただ、はい、ツイートキャストではね、聞けてない人が多いんですけど、まあ、検索、ね、何に検索したらいいかとか、098-868-8282ですよね、はい、はい、ハニーハニーで、ハニーハニー、あー、覚えやすいじゃないですか。ハニーハニー098-868-8282ですね、はい、お問い合わせください。面白い営業マンが行きますんで浅野君っていうチームリーダー、キャプテン、キャプテン浅野、キャプテン浅野って。マジですか、漏れなく会えるんですか。会えます、漏れなく会えますね、はい、キャプテンっていうのはたまたま高校の時キャプテンとかね、あ、大学の部活やがキャプテンだったっていうだけですけど、あ、そうなんですね、そのままキャプテン浅野、はい、今もだから現役で社会人のチームのキャプテンなんで、へぇ、はい、ハンドボールね、ちょっと気になる、気になる感じですね、はい、もう長期のギノワンに住んでますよあれですか、書かずにギノワン中、はい、お腹に呼んでやってください。ぜひキャプテン浅野くんに会いたい方は098-868-8282にお問い合わせください。ハニーハニー、はい、うん、細かい説明もいっぱいありますんでね、でもこれ細かくいろいろ説明された方がいいですよ絶対、はい、もうそういう感じじゃないです、選べないじゃないですかね、まあ、なんで僕らも保険と同じぐらいの感じで、うん、誰からどういう説明を受けて、うんうんうん、そのものが必要かっていうことをやっぱ考えてるんで、うん、極力やっぱフェイス2フェイスで、はい、説明して、購入していただく、あとは、まあ、ウェブで申し込んでもらうとかっていうような形で、うんうんうん、まあ、しっかり説明した上で、はい、まあ、ご理解いただいて、うん、ご購入いただいてますんで、うん、まあ、やっぱりだからびっくりされるんですよ、うん、もうこの1年ぐらいでやっぱ沖縄で販売してるじゃないですか、はいはいはい、もう多分来月ぐらいでもう7000件のユーザーが沖縄にもいるんで、はいはいはい、山下さんもびっくりしてると思いますけど、聞くお客さんにはもうすごいびっくりされるんですよね、そんなにいるの、1年か、はい、まあ、だからもうどっかで歩いてたら必ずオールソルだよとかね、やっぱ言われますよ、へ、はい、やっぱ物がいいからですね、はい、うん、サーバーもおしゃれなんでですね、今ね月に1回、まあ、シリーズでね出演してもらってるヌチマースの高橋社長も言ってましたけど、はい、うん、皆さんやっぱり塩って言えば同じカテゴリーで塩は一緒だろうって思ってる方もいらっしゃる中で、うんうんうん、いや全然ね、瓶からキリまで違う、うん、もう栄養分も全然違う、うん、ヌチマースの話もしてるじゃないですか、うんうんうん、で塩にもそれがあるようにやっぱり水にも ね、その各ランクがあって、うんうんうん、やっぱ体にいい水とかね、美味しい水っていうのは、うん、やっぱりねそれなりのものっていうのはあるんで、うんうんうん、これからさらにこう選ばれていく
ものでもあるでしょうね。うん、まあ、それ目指して、ちょっと価格競争に行かずにですね、はい、いいものをより安定的に、お届けできるようにちょっと頑張っていきたいなというふうに思ってます。で、あと放送時間もね、あと1分となりましたんで、まあ、宜野湾のね、あのこのB サイドビアガーデンからお届けするのもあと1分ですけど、うん、もう続々とねお客さんも入ってきてて、浴衣のねお客さんもいらしていい感じになってきました、はい、はい、なんかあの最後に、大坪社長からなんか一言。いやー、もう沖縄はあれですよねもう夏も長いし暑い時間が長いんで、はい、まあ、僕らがお届けしている水をですね、うん、あの中長もう長期的に、はい、たくさん飲んでいただけるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、ぜひ、はい、ともあのご購入いただいたらなとね、ってます。これからの沖縄は夏に限らず、はい、あの天然水ガブ飲み、ガブ飲みしようということで ね、ナチュラルミネラルウォーターをガブ飲みですね。そう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 、だから最近はもう本当ガブ飲みの夏とかね、沖縄の夏とかね、もうなんかそういう、はい、縛りでタッシュ、ハッシュタグしてますいいですね、ガブ飲みの夏、はい、またね、あの機会あるときに、あの、はい、ぜひね出演いただいて、はい、ね、それまで、ガンガンまた沖縄の方にはもう、はい、ちょっと違う形でしょう、はい、ということで、今日はね、お時間取っていただきました、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ツイキャスの皆さんもさよなら。ありがとうございます。